国はです、えー、と本日もこの継続するかどうかわ、えー、からない企画ですけども「メガネの男の子ビヨンズアカペラバージョン」前編後編についてお話したいと思っておりますこれ一昨日昨日と続いている「おうちでもビヨンズ系への解説」みたいな感じですね、えー、いつまでやるかわかんないですけど聞いてみてくれたら嬉しいですなんか一喜一憂してく感じで お願いいししまますゃっっちゃいましょうえっとね前回わかんなくて今回わかったことっていうのは3つありましたまずドドンっていっちゃおうかえっとね音声は多分一発撮りですねこれイヤホンで聞いてみたりさまざままあおととい5060回六本劇の方は聞いたんですけど今回もこれ前後編あるせいでなかなかの数もう言いたくない数聞きましたけど えとその中で言えるのは iPhone 付属のイヤホンともしくはカメラ内蔵のマイクで録音してるんだろうなとキャリアは違うにしてもそういう音だと思いますで結構バラバラですでもそれも合算させてなんか合唱というか圧ですごいやってるような感じそれを気づきましたそれ一つとあと二つ目は高瀬は事務所みたいだけどそれ以外は自宅っぽいなというような感じですね がコメントとか見たりいろいろ写真を調べてみたりとかしたら、まあ、自宅は知らないけど多分高瀬は事務所という指摘が多くインスタとかも見たんですけど多分あのカーテンみんなそうなのかなと思いましたちょっと僕がインスタのチェック不足で情報を入れてなかったんで以後気をつけますでこれが2つ目ですでそしてえー、っとここかここじゃないやちょっと間違えちゃった えっと、ミオちゃんがどこにいるかがちょっと分かんなくてあの何て言うんですか青いブルーシートとかがあってであの感じが部屋なのかなんかスタジオなのか分かんなかったですねこれでは2個目の補足かで3つ目はこの画像とか最後にまたもう一回言うんですけどもカット割り意外と気が利いてるなと思っててそれでこれ物語ストーリー性どっかに、ね、隠れてないかなのでたくさん見たんですけど ストーリー性はたどり着かなかったですが、ちょっとカット割り良かったなっていうことこ、これについてはまた最後に触れます。そんな感じで、長所3つでございました。では、本編の方、メンバー各自のところ、いつも通りですね、この左からこう下がっていく形で、えっと、前編に出た人の順番で補足後編みたいになります。お付き合いください。ではね、清の桃姫。で、これね、前編から、なんかな、謎ぬいぐるみ。これも正体分かってないですけど、 これ大活躍なんで,すよでこれリサーチ甘くて名前とかも付いてるのかどうかも分かんない感じでなんつうの後半このなん,かな,なんか謎持ち上げ出前ルックみたいな感じでなんでそんなにこれにも思い入れがあるのかちょっと分からないんですね。これ知知っっててる人いいたたらりな感じっすであとはもう見てて思ったのはこの肩と腰と手先でリズムを取れる。 もうこういうのねなんか相変わらず身体能力が別次元にあるなっていうのが見れちゃってさらっとやってるじゃないですかもうもひ感心しましたうん,なんか最後のチェケラッチョとかもなんかやんちゃな感じがしていいっすよねそんな感じですじゃあ次行きましょうで江口さやちゃんね江口さやちゃんは前後編ともになんか手持ちスマホか自撮りなんすよね でその自撮りなんだけどアップの顔がこう大きくてやることっつうのはライバル王子の一級入魂ですよほか <laughs> はまあいつも通りなのかどうか分かんないですけどイメージとしては PC 前在宅女性オタカンでやってんのかなというようなこれはまあ自分の憶測っすでそう思いましたでこれでじゃあまあまあファンなら江口はこれでいいだろうってことでいきましょう で、で山崎ハハネ。ね、ユハネですよで多分スマホ置いてなんだろうけどこの遠近感で声がこの大きくなったりちっちゃくなったりするようなので出てるのが代表的なのはハネだったんですね。でそのユハネのあれで気づいてお音を確認してたら他の子たちも多分それぐらいのブレあるなっていう風にたどり着いたんですよ。で、まあ、それれを気づかててくれたっていうのと、 あとね湯ハネのね顔自体がまあずっと言ってるんですけど、まあ、僕は松浦綾から入ってますからなんとも好きな感じでそれでね表情豊かじゃない、ね、松浦もあそこまで表情豊かじゃなかったからね湯ハネ見てるとこれ楽しいね <laughs> そ,う思いそう思いましたでかつ、まあ、在宅を歌うスタイルでいろいろ動いてくれて うさちゃんピースあり V サインありで終えてくれるまあこれ以上は論じないようにしましょうよかったよってことですじゃあ続いていっちゃんでしてるなそこのダブルハートかなこの k ポ p o p っぽいとまあ福ちゃんに見える路線そのままってくらいで頭力抜けていいのかななんて思いましたじゃあ続いて高瀬くるみこれ MVP 候補ですよ 順位決めないよだけど MVP 候補で上半身で止まらないんすよねこれも可愛かったしあと前編で恋してるんでちょこれもうみんなチェックしてたけどそんなのハロウタ好きに決まってるじゃんね <laughs> それメガネ電車来たんもいいしまあ小技の仕込み多数っすねもうこれも動画見てください やっぱこういうことやらせると恐ろしいね。で、まあまあ、後半は再生数上げる感じの一人でも、一人でも、ちょっとなんか SNS とかでも動画開いて楽しかったなってなる感じの、うん、動きっつつのかな。イラストとかこう見せてみたいとか、女性ファームーも掴める感じっていうのかな。ここ可愛かった。こんな感じです。MVP 候補ってことで。で、西田潮り で、シオリンもこれよれ良かったんだけど、恋してるんでしょ、アンド赤いハートに癒される感じ、これがすごく良かった。で、俺、これどっかで見たことあるなって探して、これ持ってきたんだけど、これ、ボーノの時に、最後のボーノの時に配したやつだ、ね。ただ、形が違った。俺、これ使ってたらなんかもう涙出そうだったけど、まあ、それは違ったけど、可愛かったってことです。まあ、それぐらいかな。ね、あと、サイドの。 後編でサイドの髪が気になる感じとか愛のなんか最小限のコストでやってるパフォーマンスなのにちょっとプライベート感出せてるっていうのはこれはポイント高いと思いますさすがで島倉梨花ちゃんこれはね西田と違ったにわせ感ここはでもすごいね前髪気にしたりそわそわした感じ西田と 島倉はそういうい女の子感上手ですよねすごくプライベート感も出てるしいいなと思ったあと個人的には口元に意識いってる感じあれは可愛いよね、うん、男性人気出るはずだなと今更ですけど改めて思いましたじゃあ次行きましょう岡村みなみですよ、うん、でいつも通り可愛いし 本人も好きなな角度って表情は満載なんですね。もうこれはこのままでいいと思います。でなんか余計に説明しなくてよくて耳い好きならばあそこにもうアジャストしていくっていうのでいいでしょう。これぐらいにしましょう。でまあ小林ほのかでしょうかね。まあピアノ前回に続きですけどちょっとなんか重い感じはしたけどでもおじさんが欲しがる清楚さ持ってるしまあほのーはもうこのまま。うん 可愛くなっていきゃいいんじゃないですかね。実際なってるしね。こんな感じです。で、佐藤歌のちゃんね、裸足なんすよ。すごくすごく体綺麗にスタイルねよく見えますね。で、T シャツもちょっとおしゃれな感じだし、ヒールなしであれだけスラッと見えるっていうのは、なんかも持ってる本当になんかダンス向きな、うん、体っていうのが改めて見れるっていうことだと思います。 じゃ続いて平井美代ちゃん行きましょう平井美代ちゃんねこれ個人的には、うん、も,うもうちょっと違うパターン見たかったんだけど平井美代ちゃんは寸劇から入ってくれるんだよ後編のところで途中でダンスになってそこが歌のと同じパートもちろん歌うあ歌じゃない踊るんだけどこれ両パターン見たかったなと。最初のの、ね、寸劇美代ちゃんがいいのよ で彼女ね「ひなフェス」も良かったけどなんか最近集団の中でどういう位置取ったら自分が悪目立ちせずかつ表現力っていうところ表現な表現力表現力って変だけど表現力っていうところ出せるのかなっていうのがすごく分かり始めちゃってる気がするまあ美ちゃん注目っすねでまあこれせっかく最後ですから前田心ですよ前田心ねこれ 皆さんどういうふうに思ってるかわかんないけどあまたピロロになっちゃったこれいつも切らないんだな俺 <laughs> ごめんで前田心あのさこれもインスタ見てなくて自分が後悔したとこなんだけど楽しみ方を共有できなかったってとこでね図工でやってたんですよねそれであの段ボールから顔出すじゃないこれかわいさナンバーワンなんですよねでこれなんかどっかで見たことあるなって思い出して てたんですけど2016年にジュースジュースが最初の武道館やるときになんかその前のカウントダウンみたいなてた映像あったんですよでなんかダンボールの中に隠れてた花輪っていうのがあったんですけどそれを思い出したでこのね持って帰れなきゃいけない衝動を湧き出す捨て猫ずらというんですかずらって言い方ス、ね、フェイス これも良くないな。<laughs> なんかそういう感じ。でも言いたいのは。すげえかわいい。うーん。前、ここ、ここに来て、可愛いギア入ってんなって感じっすよね。いや、参った。持って帰りたい衝動。出会ったのが運命と思ってね。<laughs> そんな心で、まあ、閉めますかうん。いい、いい映像、いい時間。ただし、 すすげえ時間数使っっっっちゃったなって感じっすこれまだ続くんすかねちょっと全部動画撮るか分かんないですけど楽しかったたら続けいいと思いますでまあ総括いきますと前編後編と画面分割先ほど言いましたけどこれがね計算されていてお見事に見えたんですよ。でなんかこの辺にロジックがあったり隠れ物語があったりしたらまずいなと思ってギリギリまで見てたんですけどそこまだ分かんなかったっす。 でもこれとあととね東映大江戸線同様で12回以上見るのはもう確定じゃないですかそこ、ね、なんとかこのプロの仕事なんだと思うんですけど YouTuber 的にねうまいなと思ってるんですけど、まあ、そこね僕もちょっと学んで頑張りたいなっていうことと楽しさっていうところを違うページで表現できたらなっていうところと両方今考えてますんで。 まあ、今日はそんな感じかな。うん。まあ、メンバーの魅力が知れ、楽しいので、またやろうと思っています。まあ、お付き合いいただければという感じでございます。じゃあ、そんな感じで、国オでした。良い一日を。またね。